者会見を始めさせていただきます。最初に知事からお願いします。はい、まず健活店の市場についてです。大阪府の平均寿命と健康寿命の差は男性では約9歳、女性では約12歳となっています。大阪府では生活習慣の改善や生活習慣病の予防など府民の主体的な健康づくりにより健康寿命を延ばし、生涯を通じて心身ともに健やかに生活できる健康長寿の社会を目指すこととしています。この度大阪府において府民の健康づくりの機運醸成を図るために健活10と題するキャッチコピーとロゴを新たに作成をしました。健活10とは府民に取り組んでいただきたい10の健康づくり活動です。この活動が府民に親しまれ、身近な生活の場で実践されるように市町村や民間企業と連携をしながら普及促進を図っていきます。2025年に大阪・関西への誘致を進めている万博においても健康長寿は大きなテーマであり、10歳若返る万博にしたいと考えています。今後万博と健活10との相乗効果による機運醸成に向けて8月から9月にかけて府民参加型の健康づくりイベントを開催をし、キャッチコピーやロゴを活用をした啓発を実施をいたします。さらに健活10を活用した PR 動画等の作成に着手をし、大型広告ビジョンや中吊り広告、各種イベント会場での発信をしていく予定です。またオール大阪の新たな取り組みとして健康、医療保険者や事業者など多様な主体との協働による健康寿命延伸プロジェクトや大阪版健康マイレージの実施など健活10を契機として府民の健康づくりをさらに充実をしていきます。次に、近未来の技術等の社会実験の、採択について大阪府河内長野市で共同で内閣府に提案をしていた自動運転による新たな移動サービスの実現に向けた事業が本日採択をされました。この事業は内閣府が地方公共団体に対し AI や IoT の自動運転をはじめとする近未来技術などを活用した地方創生に関する取り組みを公募していたものです。今回の提案内容は健康寿命の延伸等を目的としたスマートエイジングシティの取り組みを実施している河内長野市の南下台の地区などにおいて次世代の移動通信システムである 5G の社会を見据え、高齢者などに対する自動運転による新たな移動サービスの社会実装に向けた取り組みを行うものです。この取り組みにより地域の公共交通の維持向上という点に加え、高齢者などの外出機会の拡大を図ることにより健康寿命の延伸にもつなげていきたいと考えています。事業実施にあたっては今年5月に府と連携協定を締結をした通信事業者である NTT ドコモさんや地域の交通事業者である南海バスさん、地元住民の皆さんなどで構成をする協議会を立ち上げ、今後国と連携をしながら具体的な事業計画の策定をし事業を進めていきます。全国を上回るスピードで高齢化が進展をする大阪において、こうした革新的な技術を活用して誰もが生き生きと活躍できる社会を構築していくことは重要と考えており、今後この事業で得られた成果を他の地域の課題解決や2025年の万博にもつなげていきます。続いてオール大阪でのベンチャーエコシステムの構築についてです。大阪の成長や関西経済をさらに発展させるためには他の地域に負けないようにベンチャー企業を生み出していく、育てていく必要があります。大阪ではこれまでにも販路開拓、技術支援、資金繰りなど公民がさまざまな支援を行ってきました。今後さらに大阪での成長を促すためには大企業との連携の機会の確保など、オール大阪で経済団体からの呼びかけを受け、オール大阪による支援推進組織大阪ベンチャーエコシステム推進連絡会議を先月の26日に設置しました。支援推進の組織は近畿経済産業局、大阪市、堺市、
関西経済連合会大阪商工会議所、関西経済同友会大阪府で構成をし、大阪版ベンチャーエコシステムの構築に向けて具体的な取り組みを始めました。本日取り組みの第一弾として、すべての構成団体のベンチャー支援施策と支援するベンチャー企業の情報を一元的にまとめ発信するホームページを立ち上げました。これから起業する方々をはじめ、すでに起業されている方にもご覧をいただき、大阪での起業や成長につなげていきたいと思っています。僕からは以上です。それではご質問をお受けいたします。最初に幹事社の ABC さんからお願いします。こんにちは、 ABC の田中です。お願いします。まず健康寿命についてなんですけれども、2016年 の厚労省が発表している健康寿命で、大阪府は、男性で全国39位、女性が34位ということで、ともに全国平均よりも短くなっているんですが、今後この健活展の活動などを通じて、健康寿命について何か目標等がありましたら、教えてください。もうこれは大きな大目標は、寿命尽きるまで健康で、いただきたいということです。これみんなが通る道ですから、我々もいずれはそうなるわけだからね、とにかく、大阪で、健康という、ことにね、公民も大阪のオール大阪で取り組んで、とにかく、寿命まで元気で生活できる、そういうものを実現したいと思ってます。万博誘致の活動の中でも、健康長寿というのを BI の金確保へ訴えられていると思うんですけれども、この大阪でのこのような健康支援のような取り組みを今後誘致活動に生かしていくようなお考えでしょうか。いや、もちろんこれは健康支援による、オール大阪による取り組みのモデルをこれ世界に発信することで、万博誘致の機運醸成につながるとは思っています。続いて、河内長野の自動運転の件についてなんですけれども、協議会の立ち上げの時期と、あと事業開始の目処について教えてください。この事業は国の関係省庁と連携をして進めていくことになるために、国との調整は必要でありますが、来月には地元協議会を立ち上げたいと考えています。また事業については今年度中に国と協議の上、具体的な事業計画を策定をし、来年度に河内長野市において自動運転車の実際にこれを走らせ、社会実装に向けた検証を行う予定です。この検証結果を踏まえ、さらに取り組みを進化をさせ、2020年度の社会実装を目指していきます。それでは次のご質問をお願いします。よろしいでしょうか。すみません、共同通信です。万博の誘致の関連で、今日午前中の公明党さんの、要望の中でも、ちょっと動きは見えづらいという指摘があったんですが、今後11月の、誘致決定まで期間もないことなんですけれども、今後の動きの、見通しとかですね、取り組みの状況を教えてください。いや、もうこれからはもうとにかく国とそれから民間、我々地方自治体と、要はもうこれ三位一体でね、それぞれ、役割分担をしながら、とにかく各国を回るというのが一番だと思っています。今その各国回るいろいろ計画、それぞれの計画については今、事務方で作業中です。議会にいてちょっと情報が見えづらいので、一般市民にも、かなり情報が伝わってないんじゃないかという懸念もあったみたいなんですけれども、普通の人たちが例えば今万博大阪が誘致してるんだなと、もちろん今までもやってると思うんですけれども、11月に決まるんだぞということを、特に重視して伝えていくとか、そういったお考えはあるんですか。いや、もう万博を誘致してることは、どうなんかな、半数以上の方、大阪はもうほぼほぼ、8割方が誘致してることは認知してもらってると思うし、日本全体でも半分ぐらいは認知してもらってるのかなと思います。
で活動について見えにくいという指摘今日もありましたけども、要は今の状況の、詳細はね、やっぱり相手もあることですから、これは戦略上やっぱり全てオープンにすると戦略上不利になる可能性もあるんで、ではまあ伏せているところはありますが、雰囲気は悪くないと、ただ油断はできない、こういう状況です今。それでは次のご質問。NHK の野上です。羽曳野市の市議会議員 の失職の件ですけれども、今日付けでですか、知事が失職を、取り消すという判断をされたということ。それは委員会の皆さんがそういう判断をしたわけです。これ羽曳野の場合は、もともと維新 の議員でしたから、で今、その羽曳野の市議会から、要は居住実態について疑問符があるということで、まあ一旦は議員の議席を剥奪されてるわけですよね。でだからそれ僕がまた口出すとね、要はとにかくこう身内に対して、こう優位なことを優位な決定したと言われるのが嫌なんで、僕は一切それには口出さずに委員の皆さんの判断に任せていました。だから委員の皆さんの判断が今回、居住実態はあったという判断をされたということです。知事としては当該市議会議員の方からお話聞いたりとかいうことは特段はしてはなかったでしょうか。いや僕は直接聞くことはありません。まあ、政党ですから、その羽曳野の支部のね、支部長には本人は居住実態はあったということはずっと言い続けてましたけども、これでも議会でそういう判断をされたんだから、そのきちっとルールの中で対応すべきという、形いうことを重視をしていました。委員会が判断したということですけども、知事としてはこれやはり失職は取り消すべきだという考えだったんでしょうか。僕は委員会の判断に任せる。例えばこれがね、どこやったかな、河南町やったかな、前は、河南町の場合は我が党の議員じゃなかったんでね、最終僕が判断として現地でその当事者に当事者 の生活状況を、まあこれやっぱり民主主義で選ばれた議員 議席の話なんでね、その場合は僕が見に行ってね、いろいろと最終的な判断しましたけど、今回は何かもう、外形的公平性ですよ、だからもうそもそも内輪の議員に、こう優遇したんじゃないのと思われるの嫌なんで、外の人にはね別にそういうこう外形的公平性は逸脱することはありえないんだから、外の人に。だからそういう意味で、今回は議員の身分を審査するその委員 の皆さん方が判断をされたということです。で知事はその、委員の皆さん の意見にこう従われたということ。そうですよ。他にご質問ございますでしょうか。IR で地域指定に、IR といった地域指定の仮の指定でも早くしてほしいということを以前おっしゃられたと思うんですけど、現状はなんか進捗としてはいかがですか。いや、まだ今法律通ったばっかりなんで、これから国のに対して、まず政令省令でいろんなものがね、これから決定されるわけですから、これ事務方として情報収集をしながら、来年の今頃には、ね、とにかく来年の今頃には事業者を決定したいと思ってます。で、事業者に決定するにあたって本気の提案をしてもらうためには、その提案の中身に問題がなければ、区域指定を大阪が区域指定をが決定されるというね、
まあ、ある程度のそういうなんていうかな、根拠付けが必要になってくるかなと思ってます、うん、他にご質問ございますでしょうか。産経新聞の根です。多分先ほどのお話、IR のお話なの仮認定のお話だと思うんですけど、仮認定はいつ頃までにしてもらいたいというお考えでしょうか。いや、まあ、仮認定はとかもう、ある程度その、国の担当部局の判断として、国が定める実施 IR 実施、計画と、大阪府がやろうとしている IR の具体的な実施計画に齟齬がなければ、将来、了承するという、そういう判断を、まあ、これはもうできるだけ年内ぐらいにはしてもらいたいと思ってます。要は事業者決定するのもやっぱりこれは委員会ね、有識者の皆さんにも入っていただく中でね、やっぱり事業者決定というのは、公平公正に決定されるべきですから、それにもやっぱり時間はかかりますんでね。日経新聞の木下です、うん。今の IR の仮認定について伺いたいんですけれども、うん、その齟齬がなければっていうのは、その、うん、手を挙げたところは一律その認定してほしいという意味になるんでしょうか。だから手を挙げたところは一律、まあ一律っていうかこう、認定の可能性の、認定の可能性というかな、まあ、とにかく3カ所しかないんでね、今の法律では全て手挙げたところは認められるというわけにはいかんと思います、うん、だから国の実施計画に、これから国の実施計画を作っていくわけですから、それと並行して我々にも実施計画を作らせてもらって、でその実施計画が最終的にその国が定める3カ所の、その要は投資効果だとか依存症対策だとか、そういうものが、優位な状況にあるんならね、それは認めていきますというそういう判断をしてもらえれば、まあ事業者もやる気が出るし、まあ、大阪としては、大阪へ の経済効果というのが、大阪で IR をやることによってその経済効果がね、他のエリアに、負けるとは思っていない。これはもうある意味で大阪っていうエリアが IR の、区域指定を、勝ち取る確率が非常に高いという判断ができると思います。その時に今知事がおっしゃったように、その上限として3カ所があるっていうことなんで、ある意味その何らかのこう選別っていいますか、その、審査っていうのが必要だと思うんですけれども、うん、年内にその仮認定を得るためっていうと、もう半年ぐらいしかないわけですけど、半年もないわけですけれども、うん、年内っていうのは12月までっていう意味ですかね、うん、それは時間はないわけですけれども、どういったその項目をその審査の条件にすればいいと思われますか。いや、それはだから国に決めてもらいたいんですよ。こういうことがクリアしたら認めてやるということを国から提案をしていただいたら、我々それに向けて国からの、そのハードルをこれ、クリアできることを作り上げる自信はありますから。うん、例えばまあ投資希望とかね、それから依存症対策の具体的な、地方での、対策プランとか、そういうものを持ってこいと言われたら、もう依存症対策の対策プランなんていうのは、これはもう去年の、IR 準備室立ち上げた時から、有識者も交えていろいろと協議を
我々してるわけですから、地方のプランを、地方のプランがを、作り上げて、それを国が認めてくれれば、まあ区域指定の、まあ、有力候補としてこれを、認めていこうという方向。その有力候補という意味であるならば、その仮認定っていうのは 100% その IR ができることを保証するものではないという捉え方でよろしいですか。うん、そうですね。あくまでも仮は仮だから、やっぱり今の法律上は最終認定は出来上がってからだから、 IR、 要は施設も最終的に IR 事業者の免許証をもらえるのはその事態で、その時ですから、どちらにしても仮なんですよね。うん、だから我々はもう約束したことは必ず、当たり前のことですけど、できる、そういう状況にあると。これは事業者の体力も含めて、我々のこれまでの、議論の積み上げも含めてね。だからとにかく、今の国の、IR の、 法律の立て付け等々をこう見ていると、国が全部、まずは、IR の実施計画を作り、カジノ管理委員会を作り、それから、地方から手上げ方式で、基本プランを見て、で、エリア指定するとなると、エリア指定までで多分 4,5 年かかりますよ、エリア指定まで。これじゃ全然間に合わないんでね。うん、とにかく今のこのインバウンドの拡大の流れを、これを途切れることなく、やっぱり2025年にね、6000万超えていこうということであればね、やっぱり2024年にやっぱりオープンをさせたいというのが我々の思いですから、2024年に、やっぱりエンターテインメントの拠点を作ろうとすると、まずは正式なお墨付きじゃなくてもいいから、その国が国の実施計画とのその大阪府の実施計画が、その国の実施計画ができた時点でそこがなければね、大阪はエリアとしては認められるという程度のことを言っていただいたら、事業者を決定できますから、要はもう事業者を決定、来年の今頃事業者決定して設計に入って、設計で1年半ぐらいはかかりますから、ね、じゃあ来年2019年の今頃にそういう事業者、これも、有力候補ですけどね、有力候補が決定できれば、2021年の、から着工すると。で、2021年着工して丸3年かかって、3年半かかったら2024年の、秋、こういうことになるんじゃないですか。だからやっぱり物事というのは、やっぱり工期を作って、ね、スケジュールを管理するのが一番僕は重要だと思うんで、今我々が、これも大阪経済成長のためにね、見ているスケジュールというのは2024年2025年のところを見てるわけです。それに、間に合わそうとするならば、来年の今頃に事業者を決めたいと、予定者を決めたい、でそのためには国にそのスケジュールに沿った、配慮をお願いしたいと思っています。その仮認定がその 100% 保証するものではないとするならば、その仮認定を出す自治体というのは4カ所以上あってもいいとお考えですか。これは3カ所でしょう、法律ですから。とりあえず4カ所以上の仮認定出したところで、これは他の要はそれは仮認定とは言えね、法律で決められた以上の数になってるんで、逆に国としても法律以上の仮認定をこう
エリアを作るっていうのはやっぱこれはもうできないんじゃないですか、うん、それはじゃあ仮認定という言葉であるけれども実質的な認定ということに当たるんじゃないでしょうか。違う、これは実質的な、ね、認定は全てできて、要は、IR のさまざまな懸念が払拭されているかどうかを判断した時点です。だから事業者も、本気で取り組んで例えば全て、そういう何だろうな劇場ショッピングモールホテル、マイス施設、完成しても、要はカジノ、カジノの開業免許が下りないそういうリスクはあるということです。借りは借りですからどちらにしても最後は全部完成してカジノの運営のカジノ免許が下りるわけですからね。それは当然の話じゃないですか。相手もビッグビジネス仕事だと思うんですからノーリスクはないですよ。わかりました、うん、ご質問ございますでしょうか。すみません、ABC です。先ほど知事が、2024年の秋ごろにオープンというような発言があったかと思うんですけれども、うん、当初、早ければ2023年だからそれは遅くてもの話やんか。スケジュール管理って言ってるんだから2020年、21年から着工して3年かかれば2024年の春だし、まあいろいろと、建築工事なわけなんで後期に、まあ、自然、災害等々ね、そういうものの中で工期が遅れる可能性もあるから、それはもう、一番最長で2024年の秋でしょということを言ってます。すみません、確認なんですが、早ければ2023年というところは変わっていないということですか？もう早かったら2022年でも3年でもね、早ければ早い方がいいです。そのことによって経済効果が生まれるんだから。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。私もです、うん、IR の仮認定なんですけれども、うん、これ大阪が目指しているスケジュールに国が合わせるというのは国の理解がないところできないと思うんですけれども、うん、この仮認定の話っていうのは知事感触は国からいい感触はないかもしれない。いやこれはもうそのまだ国と具体的に話してないから僕の思いを今伝えてるだけでそれは厳しいと思いますよ。だってさっきの質問みたいにね仮認定イコール認定じゃないかっていう誤解がやっぱありますもん、うん、僕が言ってるのじゃなくてもう可能性だから最低限ここまでやれよということをそれがクリアできればものが完成したときには要は免許証は、カジノ運営の資格を与えますよというそういうものをしてもらいたい。だから結局法律上は法律はもうIR は実行できることが決まってるわけだから我々も高い僕は高いハードルは掲げていただいて結構ですけれどもハードルをこう超えるスタートラインに並ぶことをまず3箇所許してよということですよ。仮にこの仮認定が年内にできないときはやっぱり相当スケジュールの見直しっていうのが必要なんですか。まあそれはでもこれはでも国家戦略としてね国家戦略に基づく、そういうこう観光立国日本を目指すんならやっぱり僕の今僕が描いてるスケジュールっていうのは要は日本国政府、それから担当省庁は僕の同じスケジュールで目指さないと、これから2020年に4000万2025年6000万ですか、そこの国家戦略の数字をクリアできないんじゃないですかと僕はそう思ってますね。だって国の観光戦略にの基づいた数字をね我々が一緒になってクリアしましょうという話ですから、うん、ちょっと話
変わるんですけれども、あの文部科学省が、うん、あの熱中症の対策としてあの全国の都道府県教育委員会にあの夏休みの延長などで検討するようにあの通知を出しているんですけれども、うん、知事としてはあの、大阪府の学校ではどうあるべきかと思いますか。いや、まずはね、国のそういうこう夏休み延長のあのそういうこう指針みたいなね、これはまあ中身を見ましたけども、まずクーラーがないときはとかね、いろいろと前提条件がある中で、夏休みの延長並びにあのその校外学習のあの中止等の判断をすべきと、まあ当たり前のことを言ってきてるだけなんでね。で、我々は別に国からそう言われたからどうのこうのではなくて、府立の場合はもうすべてクーラーついてますから、夏休みは延長する気はないし、であと、こう9月10月でも、まあ、こういう今の気象状況ですから9月10月も残暑の中、まあ、35度超えるような日があると思います。その時はやっぱり生徒の安全を第一に、校長に、要は校外学習の中止等の判断をするように求めていきます。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。すみません、共同通信です、うん、今の国の方でですね、サマータイムの導入の検討がされてるんですけれども、うん、まあ、かなり、経済活動とかに影響が出ると思うんですけれども、今のところ知事としてはどう受け止められているのか教えてください。まずサマータイム、まず第一にそのサマータイムの、目的、これがちょっと、よくわからんところがあります。来年のオリンピックのためだけやるんだったら反対です。これをやるためにいろいろ経費もかかりますから。で今後、日本国として、夏季冬季でいろいろ活動の時間帯見直していこうというんなら、それに対してそのことについてのメリットとデメリットをやっぱりちょっと徹底的に検証をさせていただきたい。大阪府としても今概算で、もしサマータイム導入するんであればね、どのぐらい経費がかかってどういう、まあ、メリットは別にいくらあってもいい話なんで、どういうデメリットがあるかを、まあ、そしてそれにかかる経費がどのぐらいか概算ですけどもちょっと計算するようにもう指示しております。だからオリンピックだけのためにやるんならもう反対、でまた再来年から戻すってこんな混乱しますよ。高校野球の関連でもですね、スポーツとか、まあ、イベントでも、まあ、時代の流れに合わせてこう変えていくべきということがあって、まあ、今回オリンピックがその、まあ、かなり酷暑の中で行われる可能性があって、まあ、サマータイムを導入するということなんですけれども、それとちょっとこう矛盾しないかと。全然矛盾せん。オリンピックは涼しい間の時間帯やればいいじゃないですか、外で競技するやつは。やっぱ時間を早めることで対応していけばいい。時間早めるか遅めるか、それはもう要は太陽がもう真上に上がってる時間帯に、外で競技をする必要はないじゃないですか、だからそういう競技は時間帯をこう考えて、やれば開催すればいいし、で要は室内競技はこれ十分できるんだから、だからそこの競技の時間割の、見直しで、対応すべきだと僕はそう思ってます。オリンピックだけのためのじゃあ2時間前倒したからってそれがこうなんていうかな、どれほど効果あるのかと、例えばまあそういう形にすることでねオリンピックを見る人たちがまああまりにも朝早いその競技であればね、これはやっぱり、その観戦する人が朝早く起きなければならないとかあると思うけど、じゃあワールドカップの時みんな朝早く起きて徹夜して見て、でそれで仕事に行く人もいるやろうし、その日きちっと休みを取ってワールドカップ観戦してる人もいるでしょうし、それはもうそういう人たちがそれぞれ対応策を考えればいいと思いますよ。
だってオリンピックのために1年間だけで日本中で莫大な経費かけてね、やってどうすんのと思いますけどね。経費の概算はもうすでに無局に指示したっていうこと。ええ。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれで終了させていただきます。ありがとうございました。そりゃそうでしょう。いや、そもそもこの参議院が増やしたことっていう以前にね、定数削減と報酬カットはもう増税とセットの約束ですから、そもそもが。みんな世の中の人をもう忘れたと思ってはね、知らんふりされてるだけなんで、うん、だから今回6増というものが出てきた中でね、まあ、その経費どうするのという、まあ国会議員の皆さんにも、まあ多少やっぱり良心の呵責というものがあるんでしょう、うん、だからこういう議論の機会が出てきたんで、まずはもうその2割カットは絶対条件やと。そもそも、もう本来は、増税の時の約束で、これは安倍総理が自身が野党の、総裁の時に、野党時代の自民党総裁の時に、当時の野田総理と約束をしたことなんでね、うん、だからそれみんな忘れてるよ、世の中の人、うん、もちんだけでね、わーわー言ってても、今まで全然もう進まなかったから。今回はやはり、自民党公明党も経費についてを考える、この昔説明自体は求めない、うん、それは公明党の対応もどうなるかというところもあると思うんですけども、そうすると次回の法提供で経済効果の臨時からの説明さえなければまたスケジュール感がどんどん遅れていくかなというふうに思うんですけど、いや、それ自民党が検証必要って言ったの。検証必要というか、そもそもあれを示すべきじゃない、説明するべきじゃない。説明もいらん、なんと無責任だ、うん、だって彼らが大阪の行政の形を変えるこうメリットデメリット明らかにするべきやと言い続けてきた。で、第三者である学者の皆さんに判断してもらう、うん、で学者の皆さんが根拠を持って、その学者なんだからね、計算の根拠を持って示した数字をね、見せないでて、もうなんと無責任な人たちやなと、うん、思いますね、うん、逆なんちゃうかね。それに出てきたもんに異論があるんなら学者の皆さんに聞けばいいじゃない、うん、これは僕が出したわけじゃないんだよね。維新の会として経済効果これだけって言ったんじゃない。本当に学者の皆さんがそういうこう経済効果を示す上で一般的な、そういう計算手法を用いて、数字を導き出されたわけだから、分からんかったら学者の皆さんに聞きなさいっていう、うん、聞くこともしないっていうのは本当にもうね、まさに、
自民党 の、 あの自分党らしいところがもうようそんなこと言えたなとこう思いますね。うん、代表としてはとか維新としてはやはりこう、まあ、今月中にある、まあ、もうあの法定協議会であの経済効果の説明までをしてもらいたいとか。だから出てきたものに対しての説明をする。でそれに対して、疑問、そしてそれに対してやっぱりこう異論あるんなら、堂々と言えばいいじゃん。うん。それやらない、やらんときましょういうのは彼らだから効果が出んの分かってるよね。うん。でその効果を表に出されたら、いや今まで要は市民府民のね。税金でいい思いをしてたっていうのがねバレてしまうからもう嫌なんじゃん。で市民のお金でもう大失敗の事業もしてきて1円たりとも自分たちで弁償してないんでね彼らは長年何年もその各家で、ずっと議席を独占しながらね、うん、それはもうそれを、そこをこう追求されるの嫌なからじゃないの、うん、だから彼らも異論あるんなら堂々と出てきてやればいいと思います。異論あるのにそれに要は、知らんふりしてね議論もしないなんていうのはもう政治家やめた方がいいね、うん、議論しない政治家なんかやめた方がいいじゃん。他にご質問がありますでしょうか。すみません、IR についての追加の質問なんですけれども、うん、先ほどの仮認定っていうその考え方自体っていうのはこれまでいろいろこう意見交換してきたその IR の事業者側からの要望であるとかそういったことがあるんでしょうか。いやそれはありません、僕が考えるやっぱり日本の成長戦略のとにかくまあ大阪の特に大阪の、観光経済戦略をこう考えた時のスケジュール感です。だから、仮認定というか認定予定でもいいんですよ。認定予定エリアとかね、うん、仮っていうと、まあ、また問題がね、こう役所の中でいろいろとこう認定ありきかいと言われるかもしれんけど、うん、だからそれをどちらにしても認定予定エリアっていうのは日本中あちこちあるわけだから認定予定エリア、ほらもう今手挙げてるところが全て認定にしてくださいって手挙げてるんだから、やっぱり日本で3カ所やるんだから認定予定エリアっていうのは全国どこでも可能性あって、だから認定予定エリアの一つでもいいね。それとして大阪認めてもらう、うん、それで、まあさっきその予定地であれば3カ所4カ所でもね、その中から3カ所選ぶでもいいわ。一時選考的な意味っていうことですか。いや最終それは事業者の皆さんにリスク抱えてやってもらわなければしかない。認定予定エリアという位置づけしてもらえてもいいね、うん、まあ事業者は先ほどもその事業者はそういうリスクを負うのは当然だっていうお話がありましたけれども、そういうまあ 100% 不確か100% ではないお墨付きっていうのは、その IR 事業者が本気の計画を出してくるのに意味のあるものなんですか。まあでも何もないよりはいいでしょう、うん、だから日本で3カ所できるということはこれはもう確実なわけ。3カ所でもその3カ所のどこが勝ち取るかは切磋琢磨なんで、で我々大阪がどっかとパートナー組むんなら、その事業者もやはり100% 大丈夫っていう事業はないんだからね、ある程度リスクを取って、大阪とパートナーを組むということをはっきり、決めていただいたらいいんじゃないですか、うん、だから何か所か認定予定エリアが例えば今手挙げてるのは大阪、和歌山、北海道、それから、九州は長崎か、うん、でもそういうところは手挙げてるやん。じゃあそれ今手挙げてるところを認定予定エリアとして決めてもらって、で、最後、出てきたもののね、出てきたものの総合判断で、3カ所に絞り込むと
そういうやり方をしてもらってもいいなと思いますね。うん、先ほどあの公務の時の質問の時は、うん、その仮認定は3カ所以内だっていうふうにおっしゃいましたけど、うん、いやだから今の違うっていう、じゃあそうそう今のね、はい、君の質問で仮認定という僕のこのまた表現が認定ありきに聞こえるんじゃないかなと思って、だからあのその4カ所5カ所5カ所になると、なかなか政府も判断できないでしょ、仮認定っていう言葉したら、仮でも認定だから認定予定エリア、うん、それやったら5カ所6カ所あってもいいや、今日本中で手挙げてくるとこは一応は認定予定エリアとしては認められるわけやから、うん、だからまあそれはちょっと言葉の表現の中でね、僕も仮ということを言い続ける言うとなんかそれは認定ありきに聞こえてるようなんで、ちょっとこう表現を改めさせてもらうけど認定予定エリアなんです僕が目指してるの、まあ、それでもう実質予定エリアとしてある程度国は認めれるなるな認めれれば、うん、我々は日本の経済、日本のそういう観光戦略、うん、の中でね、こう、うん、その大きな観光経済効果を、生み出すそういうプランを用意する、自信があるということです。まあ、先ほどおっしゃったような5カ所6カ所が手を挙げてその認定予定エリアになったとすれば、うん、それはその事業者にとって意味のあるその何て言うんでしょう、お墨付きになり得るんでしょうか。それは事業者の判断ですよ、それでもやるというところもあるだろうし、それじゃあ何て言うかな、具体的なプランは用出しませんと出せないという事業者もあるでしょうし、だからそうやってそこでなかなかこう、なんとかな、こう予定エリアというだけではやっぱりこう一歩踏み出せませんっていうところはやっぱりそれはやっぱり我々としてもパートナーとしては選べないでしょうね。うん、やっぱりそれでも何のビジネスにもリスクはあるわけです。それでもやっぱり、この大阪の魅力、そして大阪とウィンウィンの関係でこういうこうあのエンターテインメントビジネスをねやりたいというそういう情熱のあるところが僕はゼロではないと思います。うん、他にご質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。すみません、ちょっとまた法定権の内容について申し訳ないんですけども、うん、先日のその大都市税財政をおじさん正確にとっての効果額の算出の根拠を、効果額算出の業者を選定した過程を明らかにしない限り、経済効果を保護提供に示すべきではないと。明らかにしてるやんか。公募やねんから、うん。何を言うとんのんだけど、うん、そこでもちょっとおかしいやん。うん、その業者決めるときそれ言わな。こういうとこもあるよとかね。もうほんまにもう何て言うかな、いやだからもう市会議員というのはよっぽどね居心地がいいことですよ。うん。